ゆうこすもとチャンネル。皆さんこんにちは、ゆうこすです。今回はですね、私が通っている婦人科があるんです。病院に通ってるって言っても、この前お仕事で行ってね、めちゃくちゃ良かったんですよ。で、改めて女性の体婦人病っていうのは予防できてるに越したことはないですし、自分の体を大事にするっていうのはかっこいいなと思ったから、今回は私がどんな感じで通っているかとか、どんな病院かっていうのをね、紹介できたらなと思います。今回ね、私からねコラボ動画というか撮らせてくださいって依頼出したんですよ。ちょっと緊張したけど、ちょっと多分撮影も緊張すると思うんですけど見ていただけたら嬉しいです。着きました。というわけで到着しました。場所はね、有楽町です。クレアージュ東京という場所です。こっちがエイジングケアで、こう美容系もあって、こっちがレディースドッグになっています。今から館内着を渡されるんですけど、館内着がめちゃくちゃ可愛くて、はい、ありがとうございます。可愛いネイビーのこういう館内着バッグでもらえるんです。着替えてきます。もう可愛すぎる、洗面台とかも綺麗すぎるというわけで更衣室行ってきます。じゃーん、こんな感じなんですよ、館内着が。これ館内着なんだよ、すごくない？デザイナーさんがデザインしてるみたいで、着心地もすごく良くて、やっぱリラックスできた状態の方がいいからってことで、帰りにこのバッグもらえるっていう、めっちゃ好きこれ行きますかというわけで検査に行きます。めっちゃ広くない？わホテルって感じ。こうやって綺麗だと行きたくなっていいですよね。じゃあ婦人科検査室に入ります。今回はとても有名な先生にお越しいただいているので、ちょっと緊張してるんですけどこんにちは、はい、こんにちは、よろしくお願いします。今回いろいろお話を伺わせていただく上坊先生です。よろしくお願いいたします。なんで今回撮ろうかなと思ったかっていうと、先日私ここの病院に来て、めちゃくちゃ綺麗で感動したっていうのと、動画を見てくれてる私のファンの方々が婦人科に行ったことがないっていうこと子がすごく多くて、お届けしたいなと思って撮らせていただいてるんですけど、なんかお話を伺う前にちょっとなんか検査室どんなんかとかも撮っても大丈夫ですか？全然構わない。ありがとうございます、はい、ちょっと検査室見ましょうこんな感じなんですよ、検査室って。来たことない人がするとこの椅子何みたいな、なんかちょっとマッサージチェアみたいなね。ここで一回ズボンを全部、パンツも脱ぎます。で、そしてここに座るわけです。見えます？ここにこう座るんですよね。で、ここ本来はこう閉まってますよね。これは閉めてます。じゃあ閉めていただいて、ちょっと見ててすごいの、これ動くんですよ。いいですか？はい、お願いします。回転しながら上昇しますおお、こんな感じで結構高いところまで上がって広がるので、ちょっとディズニーランドのおもちゃみたいなものだと思ってもらえたらいいかな。わかりました。まあ、もう全然リラックスして座っていただければ。そうですね、うん、結構みんな恥ずかしいって言うんですけど、ここカーテンの仕切りもあるし、すごくこうリラックスするような色にも設計してもらってるし、で診察はね、いろんなことやるんですけど、うんうん、まあ、超音波の検査というのがあって、膣の中にこれを入れると子宮とか卵巣がすごくこう細かいところまでよく分かるんですね、うん、でこっちは私たち医者がやってる画面なんですけど、受診者の方はこれが全部こちらで見ながら、うんうん、それもすごくね、便利になってると思います。なんかどんな検査をするかとか、どんだけ痛いかとか、そういう話をちょっとこっちで聞かせていただいてもいいですか？はい、めっちゃ可愛くない？この検査室も可愛いっていうか綺麗、これいいよね。
よろしくお願いいたします。なんかですね、いろいろ聞きたいことはたくさんあるんですが、いっぱい聞いてください今回私、有検診っていうのを受けた、先日受けたんですけど、それで分かる疾患、病気とその症状っていうのを聞きたいんです、有検診は乳房と大腸と婦人科ですね。まあ、乳房に関してはやっぱり一番女性が心配なのは多分乳がんなんですけど、乳がん、大腸はもちろん大腸がんって多分若い人を馴染みあまりないかなと思うんですけど、まあ、日本の女性のがんの中で増えてるんですね。実は婦人科ですけど、婦人科の検査はまず第一的な子宮頸がん、子宮頸がんよく最近聞きますよね。そうですね。それはもう受けて多分痛くなんともなかったと思うんですけど、子宮の入り口をちょっと進んで最後と、あとさっき見た超音波で言うと筋腫とか卵巣の腫とか、それから若い方で月経不順の方の中には多嚢胞性卵巣といって卵巣の中に卵がいっぱい入っちゃって逆に排卵しない、そういう病気の診断とか本当にいろんなことがあります。有検診の中で一番痛くない、苦しくないのが婦人科なんですか。なんかね、やっぱ周りの友達からも痛そうとか、なんか怖そうとか、時間かかりそうって出るんですけど、本当にね、ちょっとも私盛り癖あるんですがとはいえ、ものの10秒ぐらいでありましたよね。本当に10秒あるかない、ないぐらいじゃないですか初めて受けた人はみんなね、え、もう終わったんですか。そう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 、私話しながら、え、いつ始まるんですかって言ったら、もう終わってますよって言われたんでそんな感じです。なんか今その子宮頸がんとかっていう言葉をよく聞くんですけど、これっていつから検査しておくべきなのかなと。一応自治体からね、検診の通知が来ると思うんですけども、20歳から。結構早い。はい。私初めてやったのが多分25とかなんですよ。ちょっと遅い。でもね、なるほど、20歳の人みんなに。でも、何これって子宮頸がんって何って、私まだ二十歳だからがんなんて関係ないわよっていう人たくさんいるわけですよね。結局子宮頸がんって20歳過ぎるぐらいからすごく数が増えてくるんですよね。増えるんだ。なんか30代に入ってからの病気とかではなく、もう20代のうちから結構発症されてる方は多いってことですよね。昔はね、40代、50代がピークだったんですけど、今はもう20代の後半になると30代のピークで、その後少なくなるんですね。しかも症状も何もないんですよ。痛みとか出血とか盛り物があって、症状が出るのが痛みがかなり進行してからなんですよ。進行する前に発見しようと思ったらやっぱり細胞の検査するしかしょうがないんです。これどのぐらいの間隔で来たらいいんですか。一応1年か2年に1回で、ある異常がなければですね。あ、子宮頸がんの検査って20歳になった時に国からハガキが届いてるみたいで、そのハガキを持っていくとタダで受けられるらしいんですよね。ただキャンペーンがなくなったら大体この平均価格1500円から2500円ぐらいの間じゃないですか。自治体によって違ってるんで、ワンコインとか言って500円でやってる自治体。ああ、検査ってちょっと肌がいいイメージとか持たれてると思うんですけど、1500円ぐらい、しかも年に1年か2年に1回かと思うと、それで健康が維持できるって考えたら、まあ絶対遠いですよね。いろいろ調査すると、どうして受けないんですか、ちょっとお金がかかる。ああ。そうか、時間がない。どんなことされるかわからない。ああ。私が元気になるはずがないっていう、どういうのかわからない。そういう歌詞とかで受けない。でもお金は1500円ぐらいだし、時間も10秒ぐらいで終わったし、まあその後前後の受付とかあるかもしれないですけど、早いですよね。来てさえくださればあまり真剣に考えないでいただければと思いますよ。うん、それですよね。若くても疾患の可能性が結構あると。そう、ただ子宮頸腫若くてもできている場所によっては月経の量が
すごく増えたりすることがあるので、これは超音波で見れば簡単に。やっぱり月経が何か他の人と違っておかしいのかなと思った時には実際に相談していただければと思います。で、月経の量が多いとか少ないとか言われても分かんないよねって。自分自身しか分かんないですもんね。教科書には何グラム以上が多いって書いてあるけど、グラムの測る人ないでしょ。確かに。大胸の目安からいくと、月経の時に血の塊ですね、レバーみたいなのがボッと出てくる。これは夜、無料の大きい手術してるんだ、パッとしてるんだけど、手術を汚してしまうとか、日中、普通のパッドとタンポと飲み穴って、本当に気をしやすいとか、そんな人は何か病気隠れてないかなって、そういうのがあった方がいいかなと思います。生理の不順とか量とか、そういうところで悩んでる子は結構視聴者にも多いと思うので、ありがとうございます。月経痛で悩んでる人もね、うん。いると思うんですね。血血の原因って子宮内膜症とか子宮筋腫とかそういう病気があるっていう人もいるけど、実際には何の病気もないけど血血があるっていう人もいるんですよね。で、なんか病気があるんだったらそういう病気を何とかしなきゃいけないし、ただ血血っていうんだったらそれはそれでいろんな対処もできる。あと PMS もね、はい、PMS ってのは何もなくても起こるんですけど、これも本当にいい治療法です。大変なので、一人で悩まないで。確かに。ぜひぜひ。なんか、婦人科怖いイメージだったけど、全然怖くないからね。怖くなさすぎるでしょ。来ていただきたいですね。そうですね。はい。なんとお菓子がもらえます。オリジナルスイーツで美味しいんですよ。見て。美味しい。ハーブティーもね。飲みながら。はい、というわけで、きっと今見てる人の中でも受けたことないとか、まあなんか健康やろと思って行かないでいいや、後で行こうみたいになっちゃうと思うんだけど、やっぱりね、健康より尊いものはないし、自分の体を大事にするってことはね、かっこいいことですから、というご座りモテチャンネルで提唱していきたいんだけども、後々になって、あ、じゃあ子供を妊娠したいと思った時にできないとかなっちゃうとね、予防できるもんなら予防してた方が絶対的にいいから、かかりつけの婦人科の先生がいるってすごく安心だからさ、社会がもうちょっとケアとかサポートがしてもらえたらもっといいんだろうなとは思いつつ、今は自分で受けに行く方が行くことの方が多いですよね。急にスタッフに声をかけたんですけれども、ちょっと面倒くさいかなと思うかもしれんけど、一瞬で終わるからさ、それで一生健康に暮らせるんだったら絶対行った方がいいから、なんか私は今度社員とまた午後にわーっと来ようかなと思ってます。みんなで行きましょう。というわけで今回の動画はここまでになります。ちょっとでも参考になったり楽しかったよって方はぜひグッドボタンとチャンネル登録のほどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。